はいどうもやってきましたズンズンチャンネル柴田だ。はい、何すか今日は。今日はですね、またリアクションお願いしたいんですけども。でしょうね、はい、緊急事態の動画が、結構何個か上がってるんですけども、これの、一番よく回ってる2010年のやつ、10年以上前の10年以上前、はい、動画になるんですけど、はいはい、これをちょっと見ながら、はい、まあ当時のこととか思い出しながら、リアクションいただけたらなと。ほう、10年前やで。はいですね。もうこれじゃあ一体の。はい。お願いします。で行きます。ちょっと待って。髪の毛長っ。よくコメントでも来ますけど、やっぱ長髪のイメージが強いのは。髪の毛だけ。ちょっと待って、タバコ吸いながらやってるやん。電子タバコじゃなく、電子タバコちゃうやん。今は電子タバコなってもな、違う人やな、これもう。そうですね、声もちょっとちゃう。ちょっと待って、ヘッドホンもちゃうな。これソニーかな、ソニーやな、 SO って書いてるから。いやー、もうちゃうもんな、今と全部ちゃうな。時代を熱くして、見て、ほらタバコもこういう感じでマイク持ってるよ。これ感じ悪いなぁ。ひどいなぁ。ほぉ、おもろいなぁ。この印象。でも、こん時から片足上げてんねんな。はい。もう、そこの話したいのは。こん時はもう片足上げてるんやな。ほら。もう片足上げてるやん。こういうめちゃくちゃ大きいのやはるようになってからしますか。うん、片足上げてタバコ持って。なんやねん、こいつ。むっちゃうざい。すごいな、めちゃくちゃなんか痩せてない？痩せたはりますよね。今よりな。もうだって今これいくつですか？12年、11年前ですか。12年ぐらい前としても、それこそ爆走エンジェルの後とか大爆走やもんな、これ。そうですね。ぐらいの時やんな。12年。30代前半。はい。これ、こん時、パソコンちゃうやん。ああ、そうですね。CDJ。CDJ で回してるな。こん時な。全部 CD に音量として。うん。こん時はまだ CD でやっててな。カエルスタジオの旗だけは変わってないな。リハしとけや。リハを。Shining
怖っ怖っ、火ついてる、火ついてる、あぶなしか言ってないやん。いやー、なんか自分で見たら恥ずかしいな。なんか久々に。今のアポロよりも若いんですよね。あ、そういうことか。そう。今のアポロより若いんか。そっか、32とか。32でももう1万人ぐらい集めててんな。すごいっすよね。だからそれ考えたら。思うたら。ギャグやな。2010年10月12日、10日やってこれ。覚えてるわ。はい、10月10日やったやった。僕も行ってました。うん。行った行ったこれ。懐かしいな。懐かしいね。これちなみに場所はどこですか？これ場所 ATC ホールやな。ここ多分朝までやった時ちゃうかな。朝までだったと思います。これオールナイトでこんだけおってんで人。はい、でこん時多分こん時やったと思うねんけど。この時言ったらまあカエルスタジオもまあいろんなイベント売ってたやん。でもカエルスタジオが主催する中では一番大きいイベントやって。そうですよね。でまあ夜中、はい、でそれこれやるまではまあ言うてもこの前に5000人とかってんのかな。はいはいはい。これ1万人になった時やと思うね、緊急事態、はい、でまあ5000人から1万人に増やすだけでさ、イベント規模だいぶ変わるやん。倍っすからね。倍やんか。だからもう結構いろいろテンパって、はい、入場とかも結構遅れてんな。そのだからチケットもさ、いろんなパターンあるやん、はい、ABC みたいなさ、ちょ覚えてないけど、はい、なんかこうチケットにさ ABCD みたいなのがあって、はい、だから早くチケット買ったら A みたいな、はい、で、はい、買ったもん順やねんけど、はい、全部 A にしたらややこしいから、はい、分けてて、はい、確か、はい、入場するときにさ ABCD って並んでもらうねんけどさ、まあ、A から入れるやん、はい、その時になんかまあちょっとトラブルみたいなのがあって、こう B のやつらが A に なだれ込んだんかなんかそういうのがあって、はあ、でまあもみくちゃになって、はいはい、もう結構なんかパニックみたいなのあって、あ、そんなんあったんすか、乱闘みたいな、お客さん同士がってことですか。乱闘までいかんけど結構なんかそういうトラブルあって、で俺らもそういうの慣れてなかって、はいはいはい、入場の時にな骨折れたやつおったで、踏まれて、ほんまに緊急事態じゃない、そうそう、ほんまに緊急事態、ほんでその入場した子もそういうの苦情もなくさ、骨折れたまま朝まで遊んでたわ。その時俺多分ツイッターかミクシーかなんかやってて、はいはい、あの入場の時ほれ折れましたって来て、今でもズンズンチャンネルであのこの前コメントくれてたで、そうなんですか、うん、ずっとファンでいてくださって、ね、今でに来てくれてるお客なんやけど、まあだからそっから比べたらだいぶこう今やってるさ入場の やり方とかだいぶスムーズになってきて、はい、そういう問題もなく、まあ、そういうのも裏の話を思い出すわ。だこの時結構だからほんまトラブル、そやな、入場ゴミ問題とかな、あ、まだ今でこそさもう綺麗にみんな会場使ってくれるけど、そうですね、まあ、10年やからな、あのこっからいろいろグレードは上がったんちゃう。え、この時ってそれこそイベント会社みたいなんて入ってた、まあ一応共同も一緒にやってたけど、あ、まあ、チャレンジやからさ、はいはい、そのなんちゅうん、サウンドでさこういうさ、まあ、1万人ってフェスやん。はいはいはい、そうですね、フェス級で朝までってさ多分日本全国どこもなかったん。あ、野外とかではまあフェスではあって、はいはい、そうですね、それこそ名宝とかさ、はい、あれはだからもうフェスやん、いろんなアーティスト出て朝までとかはそういうのはあってんけど、ワンマンで朝まで1万人レベル級でやるっていうのはまあなかったんだ、うん、だから共同もだいぶ頑張ってくれて、そのイベンターさんとかも、はい、まあ、まあ、こう来てくれたお客さんもなだいぶね応援してくれてきたと思うんだけど、いろんなとこから北海道から沖縄までね、全国から、ね、全国からもうスパイダー好きが集まって、これが最後のオールナイトやと思う。あ、そうなるんですか。その緊急事態に関してはこの次の年、次の次の年から大阪城ホールに
変わって、大阪城ホールはまあ朝まであかんから、はいはい、まあその早い時間っていうか、まあ9時とか8時とかぐらいまでのイベントになって、はいはいはい、で、そっから舞島行ってるからさ、まあ、舞島もオールナイト無理やん。そうですね。で、舞島で2回ぐらいやって、みたいな感じで、今はね、それこそオールナイトでやろうと思って、ここで。また ATC で、はいはいはい。オールナイトやっぱいいよなってなって、1回やろうとして。ほんだら、もうその時の担当者じゃなくて。あ、ATC が。ATC が。あの、オールナイトやらせませんみたいな感じだった。で、まあちょっとできへんかったけど。だからもうこの規模感でね、朝までできるとこ、まあ大阪にはもうほとんど、ほぼないんちゃうかな。そうですよね。聞いたことがないですよね。朝まではないんじゃないかな。あったら逆に、あの、教えてほしい。ああ、そうですね。これ見てる人で、ここ朝までできんちゃいますかね、とか。まあそういうのあれば、ちょっとやってみたい。一万人級がいい。一万、そのさ、まあ、ゼップでもさ、朝まであかんねんから。そうですよね。街中の方は。うん。そこの、ナンバーゼップ、朝まで確かあかんかったからさ。そうですね。2000人レベルでも、なかなかないからね。はい。もし、これ見てる人で、あそこジュニア君できますよ朝までってあったらちょっと教えて。もういいじゃんこれで今日は。はい、じゃあ今日はレッドスパイダー緊急事態ワンサウンドダンス2010年の、自ら見るリアクション動画でした。ではまた、はい。